ルートビヒショルガストは、ドイツ連邦共和国バイエルン州クルムバッハ軍に、属する市場長で、ウンターシュタイナ派行政共同体の一員である。この町は、連邦同、B289 と B303 に面している。この町は、公式には4つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、首有のルートビヒショルガストのみである。ルートヒシルガストは、 フランケンバルト自然公園とオーバーフランケン東部計画地域に位置する。この町はバンベルク大司教区の東の最前線であり、1200年頃に円形の塔を持つ山城が築かれた。1476年3月28日にヘンネベルク司教フィリップから市場開催権が与えられた。この町はフス戦争やブランデンブルククルムバッハ編脅迫。 アルブレヒト・アルキビアデス地政火の農民戦争、さらには30年戦争や7年戦争でも破壊された。バンベルク市教領に置かれたアムトは世俗化後、バイエルン指導で行われたプロイセンとバイエルンの和訳で1803年にバイロイト公領となるが、1807年にはティルジットの和訳によってフランスのものとなった。1810年のバイエルン王国とフランスとの 条約でバイロイト及びブレヒテスガーデンの諸公領及びレーゲンスブルク行領がバイエルンに編入された。バイエルン王国の行政改革に伴う自治体例により1818 18年に現在の自治体が成立した。この地域の人口は1970年に984人、1987年に881人、2000年には1021人であった。 ありがとうございます。